にちは。今日この後の天気をお伝えします。まずは寄せられたウェザーリポートをご紹介いたします。1枚目、こちらは神奈川県川崎市の方よりいただいたリポートです。すっきり冬晴れ、とってもいい青空が広がっていますね。そして2枚目、こちらは福島県の会津坂下町の方よりいただいたリポートです。積雪がかなり多いようで、車の上にもこんなに雪が積もっていますね。今もふわふわとした雪が降っているということです。それではここからはアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。今日も日本海側では雨や雪の降りやすいお天気、大雪にも注意が必要です。山陰や近畿の北部、そして北陸では雨や雪が降ったりやんだりのお天気です。そして特に北陸を中心に沿岸部では雷や突風の恐れもありますので、お気をつけください。北陸の山沿いや長野、岐阜の山沿いでも雪がどかどかと降り、積雪が急増する恐れがあります。お気をつけください。そして今日は東北、太平洋側にまで一部雪雲が流れ込んできます。福島県を中心に雪の降る恐れがありますので、お気をつけください。今日は北海道も日本海側を中心に日差しが届いてもにわか雪の可能性があります。沿岸部では風が強く吹雪となる恐れもありますので、お気をつけください。そして今日は太平洋側にも雨雲や雪雲が流れ込んできます。西日本の広いエリア、そして関東の北部や東海でもこの後はだんだんと雲が広がり、にわか雨やにわか雪の可能性が夜遅い時間ほどあります。朝には市街地でも雪が積もっている恐れがありますので、明日の朝は交通状況をご確認ください。以上、全国の天気をお伝えしました。午後も頑張っていきましょう。